これ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 しっとりしててね、美味しいんですわ。はい、それではただいまね、三崎町に入りましたというところでね、皆さんこんにちは、バイカーシンです。さて、そんなわけでね、今回は和歌山に向かってるんですけども、ただいま大阪の三崎町を走っております。そしてね、もうすぐね、道の駅があるんでね、ひとまずそこに入りましょう。見てください、これね、青空めっちゃくちゃ今日はね、気持ちいいんですわ、最高。道の駅三崎、この先ね、はい、行きます。道の駅三崎ってね、本当に綺麗な道の駅なんですけどね、ただバイクには優しくないっていうのねバイクの駐車場がね、もう遠いんですわ、本当にほらね、この端っこなんですよ、バイクね、正面に見えるのがね、大阪湾でね、その正、わかるかな、画面じゃちょっとわからへんかもしれんけどね、正面にね、淡路島も見えますね。でうっすらとね、向こうに六甲山も見えますしね、明石海峡大橋もね、見えますよ、こっから。画面じゃ無理やろな。で今回僕向かってるのがね、この左の方っていうかね、左が南になるんですけども、和歌山のね、加太っていうね、港町があるんですけどね、そこに行きたいなと思ってるんですね。はい、そこでね、実は今日ラツーなんですよ、ラツーラツーですわこんな天気がいいんでね、やっぱりちょっとね、外でラーメン食べたいなというところでね、はい、今から行きたいと思います。あ、ちょっとね、すいません、ちょっとここぐるっと回らせていただいて、あれ見えますかね、桟橋あるでしょ、あれみんな釣りしてるんですけどね、あれ実は道の駅なんですよ、道の駅からつながってる釣り桟橋なんですね。ここがね、先ほど、あ、ここね、釣り桟橋ね、ここ入っていったらね、道の駅なんですよ。さあさあ、ここはスルーしていきましょう。さあ、そしてこの先がね、大川峠というところなんですよ。大川峠ね、もう分かる人には分かるかな。ここ右に曲がっていったら大川峠になりましたね。まあ、いわばもう何年前の、もう20、30年前かな、もう本当に走り屋のスポットというところでね、まあ、いわゆるローリングですよね、そういう人らが集まってるスポットだったんですけど、もう今はもうね、そういうのもできなくっていうか、まあ、できないというか、もう通行止めになってますね。結構人集まってるね、この公園。わ、今日なんかミーティングしてるぞ。何の車やろ、あれ。なんかの車のロードスターか。ロードスターのミーティングしてはる。かっこええなぁ、いいね。ここね、やっぱり適度なワインディングもあったりね、本当に気持ちいいとこなんですよ。そして僕はどこへ向かってるのかと言いますとね、もうすぐ加太に着くんですけどね、その加太の集落の中にね、どうしてもね、おすすめしたいパン屋さんがあるんですよ。ほんと、もう僕はね、加太に来るたびそこのパン屋さん行ってましてね、どういうパン屋さんかと言いますとね、あのレトロレトロですわ、まあ、おばあさんがやってるんですけどね、そこでのね、揚げパンですね、揚げパン、そこがもうね、最高なんですよ。揚げパンを食べるためだけに肩に来たこともありますよ本当。さあ、そのパン屋さんはね、ここを入っていくんですよ、この細いところ、このね、消防署の前ね、ここを入っていきます。車やったら来にくいかな、車やったらね、加太の漁港の方にね、車を止めて歩いてくる方がいいかもしれないですね。あ、もう行ってはれんすか。おばあさん。あ、元気よ。あ、そうですか。まあ、冬やからね、あんまり店。あ、そうですか。サーターアンダギーも始められたんですね。僕知らんかった。
すごいですよね。すみません、ありがとうございます。さあさあ、神社の方に到着しました。神社のすぐ横がね、こういったもう海岸なんですね。ちょっと歩きながらね、先ほどの神社もね、僕も何回も来てるんですけどもね、もう来るたびになんかね、身震いというか、やっぱり人形って怖いですよね。何か魂が入ってるっていうかね、そういう気はしてるんですよ。だから皆さんね、ああやってね、神社に奉納にしてくれるんでしょうね。さあ、それではね、肩からちょっと離れてね、ダーツでも死んでいきましょうか。いや、今ね、大発見、大発見。いや、今和歌山市内走ってるんですけどね、あそこ、わかるかな、ゴーゴーカレーって書いてるんですよ。ちょ、俺この間1週間前にね、山でゴーゴーカレー食べたばっかりなんだけどね、何、和歌山にできたんや、これは来なあかんな。知らんかった、和歌山初上陸って書いてるな。和歌山が体を貸してきた、和歌山初上陸、ゴーゴーカレー元気の源。いいね、最高やんか。スシローやな、スシローなあ。なんかこの時間の寿司のお店は、ちょ待って、今日休日やで、日曜日のこの時間の寿司のお店、駐車場ガラガラや、やっぱりあの影響なんかな。今寿司ペロとかなんかいっぱい出てきてますよね。もうあれもう見るのも嫌になってくるわ。もういたずらじゃ済まされへんもんな。いや、ほんま当人らにとったら単なるいたずらのつもりかもしれんけども、もうそれじゃ済まんねん。今の世はもう無理やねん。だってさ、僕らの頃もそらいろいろいたずらってしたで。したね、結構やんちゃやったからそらしたけどさ、別に社会的影響なんかもクソも何もなかったもんね。っていうのもね、やっぱり目の前のリアルだけなんですよ、あるのは。今や違いますもんね。目の前のイタトラがすなわち全世界に拡散される時代ですよ。本人はこれぐらいと思ったことでもね、全世界に拡散されてね、取り返しのつかないことになるんですわ。だからね、本当に後先考えて想像力を働かしてね、こんなことやったらどうなるか、こんなこと発信したらどうなるかっていうのは本当に考えないといけないですよね。さあ到着。ここや、結局ここや。実はここね、年越しキャンプした場所なんですよ。結局ここに来ちゃったよ。実はね、海岸でね、ラーツーしよう思ったんですけどね、風がすごかった。あの強風ではちょっと難しかったんでね、急遽ね、ここまでやってきました。まあ言うてもね、そんなに離れてたわけでもなかったんでね。はい。そしたらここでね、ラーツーをやっていきましょう。
さあ、そしたらね、本当に簡単なラーツのセッティングです。もう今日はね、椅子はこの折りたたみタイプでね、そして今回もね、アルストを使っていきたいと思います。これでね、トランギア、そして今回ね、五徳の方はこのピコグリルもどき、これをね、使いたいと思います。この中にね、アルストを仕込んでね、それでやっていきます。ついたかな、わからん。あーちゃ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 。さあ、それではね、ひとまずお湯を先沸かしましょう。よし、 400cc 入れました。そして今回ね、このピコグリルもどきの底にアルストを置いて鍋を置いてるんですけどね、結構鍋までの高さがあるんじゃないかと思いますけどね、これがね、煙突効果で炎がかなり大きくなるらしいんですよ。そういった感じで他の方の YouTube の動画見たんでね、今回ちょっと試しこういうやり方やってみようかなと思ってるんですね。でもね、確かにね、このアルストの小さい炎でもね、すごいね、この周りがね、あったかいんですよ。何これって感じですよ。これもしかしたらね、ダウンを取るのにもこれいいかもしれへんね。いや、本当にね、ポカポカですわ。はい、そして今回使うラーメンはこちらですわ。富山ブラック和歌山やのに、今ここいてるの和歌山なんですけどね、富山ブラック、このラーメンを作りたいと思います。この間僕ゴーゴーカレーのカレーを山で作ったんですよ。まあ、そのゴーゴーカレーもね、前は北陸の物産店があったんでそこで買ったんですけどね、これも同じく北陸の物産店で一緒に買いました。それでね、これね、もうしまったことにね、もう賞味期限が過ぎちゃってるんですよ。だから慌てて今回作ろうかという感じになりましてね、はい、これを作っていきたいと思います。あ、そしてね、これ買った時にね、店員さんからね、注意されたんですよ。まあ注意っていうかね、忠告ですよね。これね、まあこの写真見てもらったら分かる通りね、まあネギとかメンマとかチャーシュー入ってるんですけどね、もうメンマとかチャーシューは別にいりませんわ、と。とにかくネギだけは絶対入れてって、ほんま頼みますってね、めちゃくちゃ言われたんですよ。めちゃくちゃお願いされたんですよ。ということでね、このテーマブラックにはね、このネギ、これがね、絶対条件らしいですよ。いや、もうすっごいね、熱弁振るってくれはったんですよ、その時。なんでね、僕も今日ね、ネギ1パック全部入れたろうもんでね。まあそんな感じですわ。さあ、沸騰してきましたね。麺を入れましょう。生麺ですわ。知らんかった。いいよ、思いっきり生麺や。うお、真っ黒な醤油だれ。本当はね、これね、麺茹でるのとスープ作るのね、別々がいいんですけどね、本来はそうなんですよ。僕は横着かましてますけどね。さあ、そしてね、今日はね、具材をね、一応ここで持ってきてるんですよ。チャーシューと味付け卵とメンマのセット、これをね、盛り付けていきましょう。そして卵、さあ、そしてね、ネギも入れましょうね。ネギはね、見た目が良くなるようにね。さあ、完成しましたね。いや、いい感じにできましたよ。うん、うん、うまい。さあ、もうかしこまって食べるのはね、以上でね。これはもうネギ入れなあかんでしょ。これですよ、これネギまみれ。やっぱ僕はこれやね、もう見た目はどうでもいい、やっぱネギまみれのラーメンが食いたい。うん、もうね、このどこをつまんでもね、ネギがついてくるというね、これが理想ですよ。うん、さあ、それではね、ちょっと一服しましょう。
そしたらね、これですわ、これ。先ほど肩のパン屋さん岸本で買った揚げパン、揚げパン、これまあ、揚げパン、まあ、揚げパンやね、揚げパンのドーナツやね、中に揚げパンで中にあんこが入ってるんですよ。これ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 、しっとりしててね、美味しいんですわ。さあこれ食べてね、ちょっと一服しましょう。あ、うん、これこれ、あー、うまうまい。これね、ほんとしっとりしてるんですよ。ちょっと普通の揚げパンと同じじゃないんですよ。独特のしっとり感と、このあんこね、あんまり甘くないんですよ。絶妙なんですよね。本当に僕ね、肩行ったらね、絶対あのパン屋さん寄るんですよ。コーヒーと揚げパン最高じゃないですか。いや本当にね、もうこれね、めっちゃおすすめしますわ。皆さんも肩行かれたらね、岸本の揚げパン、あれは食べてくださいよ。騙された思って。いや本当騙してはないんで。よろしくお願いします。あの別に僕岸本さんの一味でも関係者でもないんで、はい、一応言ってきます。本当に美味しいと思ってるから言ってるだけですんで。さあさあ、それでサーターアンダギーもいただこう。うん、カッチカチ。うん、このカチカチがええやろな。うん、あ、そうそう、それでね、皆さんにお礼っていうかね、まあ、僕が YouTube 初めてね、動画アップして再生回数あるじゃないですか。トータルでね、気づいたら100万再生超えてまして、はい、わかるかな、見えるかな、104,223って書いてるんですよ。これね、多分見えへんかな。まあそんな感じでね、100万再生ということですけどもね、なんやろ、正直たかが100万再生なんですよ。っていうのもね、やっぱりすごい人たちって1本で100万再生いくじゃないですか。ね、そんなんもう僕なんかもう比べる対象にもならないんですけどね。だからまあそんな100万再生ってそんな大きい数字ではないんですけども、やっぱり嬉しいですよね。やっぱり前も言ったけど、 YouTube ってね、数字が見えるんですよ。だからね、見える数字がある程度の区切りまでいったらね、やっぱりあってね、気持ち的にもテンション上がるし、あーここまで来たかっていうかね、なんかしみじみと思うところもあるんですよ。ね、100万再生いったから何かがあるわけでもないんですよ、実際は。やっぱりまあ気持ちの面でね、非常に盛り上がりますよね。ということでね、僕一人で盛り上がってるんですよ。まあそんなね、別にもう皆さんにとっては別にどうでもいいことと思うんでね、まあ単にその気持ちを共有したかっただけですんで、はい。そう考えたら、もうあれやね、僕動画をちゃんと上げ始めてね、もうすぐ3年目になるんちゃう。いやー、よく続いたもんや。いやー、それだけでも自分を褒めたいと思います。いやー、ようやってきたな。もうまあ結果はね、出てないは分かりませんけどね、まあ、結果よりもなんか続けてきたなっていうのが僕自分自身では偉いなと。しかしよく続いたもんやわ。チャンネル登録者数が1000人どころか100人もいかないうちに辞めていく人がめちゃくちゃ多いとか聞きますもんね。それを思ったら本当によく続いたもんや。まあ続けるしか能がないんですわ、僕は。まあそれも一つのあれかな、能力かな。ということにしておいてください。よろしくお願いします。さあ、そしたらそろそろ帰りましょうかね。え、本当にのんびりできた。あったかくてね、気持ちいい一日でしたよ。さあ帰りましょう。さあ帰りましょう。で、最後になりますけどもね、パチグリルの中にアルストを入れてやったんですけどもね、結果良かったのかどうかっていうのはね、正直分かりませんでしたわ。炎は絶対大きくなってると思うんですけどもね、いかんせん今日はね、ちょっと風が強くてね、ちゃんとした検証はできませんでした。ただ結構使えるなという気はしたんでね、またこれからもね、あのやり方をやっていきたいなと思いますね。それではね、今回の動画は以上で終わらせていただきます。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。